Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Octopath Traveler 2. ここか。富国の軍師長にして我が盟友、風の頼りでこの町へ。さてどこにいる。ここは、これは、やれ、八つ裂きにしろ。血だ、血だ。
さあ、次は誰が勝つ？ハッタハッタ！男を戦わせ。懐かしき顔に乾杯だ、光。火山、探し。話は遠くこの町まで来。クコク弟王子が反乱を企て、大方首謀は無。クコクは奪われた。無限を打ち。クコクには少なからず光殿を王に。私もその一人だ。ではまず。どういう。こういう。はい、飛び入り。剣士だぜ。妙。あの剣士にかけるやつは。そういうことか。理由は分からぬが、この者と。何をごちゃごちゃ。来ねえなら抜いたな。後悔するなよ。いざ。こちらの番だな。これでどうだ。行くぞ。使わせてもらう。こちらの番だな。ここからだ。この力は滅散。世辞はいい。剣が錆びる。お見事、光殿。変わらず。火山、訳を話せ。ま、落ち。そなたに剣。何？
剣闘士となるにはもろもろ面倒な手続きがいる。が、そなたは必要ない。待て。見よ、私の銭釜をすっからかんだ。わしは多額の借金を抱えた。返すまで待ちよう。博打か。悪い癖が治る。人生とは不出来な酒なり。私がその剣にかけ、光殿、金を返せた暁には。いいだろう。さすが光殿。始まったか。敗者にはバンデラム、バンデラム、バンデラム。百の屍のバンデル、ここで唯一百戦不敗を達した五。百の屍を築いたその剣を下した者は、やつは光殿、あれがこのすねに傷持つ手合いが集められ、死ぬまで戦う試合だ。各地から富豪が隠れ集い、莫大な、そして試合へ出るには、あそこで勝てばよいのか。準備ができたなら。また出会い、身の程を教えて。その剣抜いたのなら、舐める。はい、面倒。
死と。いざ、こちらの番だな。これで ここからだ。使わせいざ、殿のために。これでどうだ。こちらの番だな。騒ぐ。熱弾。まだまだだ。まだまだ。やっぱつ。奴の試合を見せろ。お見事だ。納得いかん。あいつだが、これで次からが真の戦いだ。命を落とす。さっきの試合。ボルノ様、どうか自由を。故郷には勝っ。バンデラム、敗者には。貴様らが買われたのはその命。血肉を晒し、客を楽しませろ。西国から客人が来ているぞ。あんな強い。使えないゴミど。串刺しのゼトよ。その爪でできるだけ客に。お任せ。妙な気を起こすな、バンデル。耐えるのだ。戦うしかない。光殿、過酷なものになるだろう。無論だ。
新顔らしい。西は相手は串刺しのゼト。22戦無敗を。さて、どう。屈強なオスの命をチップとするか。火山殿は。貴殿は1階の客からこの席まで来た。おたわむれを。月があっただ。皆様、闘技場の持ち主のわしが堂本、配当は串刺しのゼト対西国の剣士。さて、ゼトに、ゼトに100に同じく。西国の剣士は5番。西国の剣士に。ああ、火山。大きく出ましたな。賭けに二言はないぞ。ぐっ。西国の大佐。その爪で。なぜ来た。志のため。悪く思うな。どちらかがし、ここは死ぬ。誇りと共に。なんと何者。賭けは私の勝ちのよ。2億5000万リーフ。ふん。まぐれでうぬぼれなさるな、軍師。なあ、またか。違う。いや、素直になれ。お前は誰。
客どもに見せろよ。そんなもの、貴様は。なんだ。ふざけるな。血を見せろ。最国の剣士は霊光と皆さん、よそ者の無礼おだが、ご安心を。敗者には あんた邪魔をする。ついた勝負に水を差す気か。あい一目見て、いい目で死の聞け。最国貴様にし受けて立つ。明日その肉も骨も。バンデラム、バンデラム、バンデラム。バンデラムにキャッ。さて、火山殿、明日一つ忠告しよう。締めたぞ、光殿。闘技場の英雄との一戦。誰が相手でも負け。心強い。杯を隠しているな、火山。嘘をつくときの。そなたのことは無。試合を見るわしの目は何を考えている。ご武運を祈る。さて、南の百の屍、バンデ。バンデラムは歴代最強の剣闘士。最国の剣士は十。バンデラムに賭けぬ者はいません。軍師殿のたわむ。三億。うん？先の配当金と資産締めて3億リーフ。なんと。無論賭けに二言はない。もし勝てば30億リーフ。はした金だろ。この地有数の富豪なのだ。
受けてたと、カザ。かなりの剣豪と見た。いや、興行主様、我が剣は主のために。どれ勝負だ。いざ。ここからだ。使う、行くぞ。これでどうだ。ここからだ。使うぞ。いざ、これでどうだ。よし、行くぞ。使うぞ。こちらの番だな。百の敵を知り、だが貴様、何が貴様を駆り立て。友だ。この先に。ほう。俺は祖国を見、何者も血を流さぬ国へ友たちを導く新たな王とな。だから何事だ。剣闘士とも、守衛は何をしておるのだ。そう、長く待っていたの。何だと。後がないようですな。バンデラム、早くそいつを始末して。仰せのま、友のため叩く。剣を握る者、そしてそれは。よくしゃべる。剣を交えればわかる。進むぞ。友の待つ先へ。いい、覚悟しろ。ここからだ。
やったね。加護があらんことを。いざ。止め。プランを考えねば。長所を突き破る弱点だ。かかってきな。やってやるぜ。幸運の矢。しかめとなれ。傷を癒したんだ。どうぞ。さて、運算終了。長所を突き破ったのは、こっからだ。幸運の矢。でしょう。
聖なる神よ。ジオシン。よっしゃ。会心の槍。いざ。さて、勝負を付き合ってもらうぞ。行くぜ。会心の槍。やれやれ。気で行きますよ。傷を癒したんです。行くぞ。俺はこの力を。よっしゃ。どっかしら。四国受けてみろ。いいでしょう。聖なる終わりです。聖火の加護があらんことを。無駄な血は流さ、この剣はただいい目。お見事だ光殿。その剣、東にも世辞はいい。剣が錆びる。それより去って、工業主殿。何が望みだ。賭けをお忘れか。三十を。待ってくれ。そんな金額ならば金の代わりに。悪くない取引だろう。それとも。俺らの命で遊ぶのは楽しく。よくもよ。待て。そなたたちの憎しみはだが、そのこれ以上剣は望む未来を切り開ける。そなたらの剣を終わりにしよう。すまない光殿。はじめから彼らを救う。火山。私はかつて、ジゴ様はそんな私を、そして彼らにも居場所。話は聞いた。俺、そなた、あんたの国のために。そなたらは自由だ。自由の恩を返したい。兄弟、あんたの行く先はきっと悪。そのためなら。そなたら。光殿、このわしも。飲もう。火山、すべて見通していたのか。
彼らが。わっ。ま、光殿。さて、私は竜の宿場にて。俺は、かつての仲間、雷鳴を説得に。待たれよ、光殿。西は、ウェルグローブの森で、クゴクが大量の、その取引を阻止してほしい。相手の戦力を削ぐわけか。現地に東という商人がいる。信じているぞ。このわしも。そなたが望む未来共に必ず。押し通る。いざ。いざ。行くぞ。いや。クゴクの誇りとともに。まだまだだな。さあ、決戦の時だ。
Bon, et ben c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.